はい、こんにちは、116ウィンズです。全30球団が開幕戦を迎えてからちょうど1週間ほどが経ちましたね。出だし調子のいいチーム、そうでないチームと様々でしょうが、日々野球の話題に尽きないことがシーズンの始まりを実感させてくれます。さて、長いシーズンもまだ1週間しか経っていませんが、結構いろいろなことが起きまして、話したいことも多いですので、今回の動画ではここ1週間くらいで起きた MLB にまつわる出来事等について、もろもろまとめて振り返ってしまおうという趣旨の動画となります。それでは早速見ていきましょう。まず一つ目、いきなりノーヒッターが達成されましたよね。アストロズのロネル・ブランコが現地4月1日のブルージェイズ戦でノーヒッターを達成。アストロズはホームでいきなりヤンキースに4連戦スイープを食らってしまうという苦しいスタートとなってしまいましたが、その悪いムードの中でブランコが本当に見事なピッチングを見せてくれました。ブランコは2016年にアストロズと契約金たったの5000ドルで契約した現在30歳のピッチャーで、昨年は17試合52回を投げて防御率 4.50、 6月頃は先発陣にも加わっていましたね。アストロズは本来であればブランコがローテに入るほどの先発陣ではないのですが、もともとマカラーズジュニアとガルシアの離脱が決まっていたところに、この春さらにバーランダーとウルキディも開幕から IL スタートということになってしまい、スプリングトレーニング15回3分の2を投げて無失点とアピールに成功していたブランコに白羽の矢が立ったわけですが、いきなりの大記録達成と、見事にチャンスをつかみ、それを結果につなげたわけですね。バーランダーが近々マイナーでリハビリ登板するという話もあり、ブランコの立場は安泰というわけでもないですが、ノーヒッターをきっかけに30歳にして本格的にメジャー定着を果たす1年に今年はなるのでしょうか。アストロズはブランコのノーヒッターが悪いムードの中で出てきた光でしたが、一方で開幕からもがき続けているのがマーリンズ。開幕8連敗スタートとなってしまい、この動画を投稿した時点でも連敗は止められていません。マーリンズは昨年フルシーズンでは久々のプレーオフ進出を果たしていますが、プレーオフ進出の翌年に開幕から7連敗以上した史上初のチームという不名誉な記録まで作ってしまいました。マーリンズが出だしからいきなり転ぶ一因となったのは、やはり先発陣に故障者が続出していることが挙げられまして、エースのサンディ・アルカンタラの今季全休がもともと決まっていたところ、さらにブラクストン・ギャレット、エドワード・カブレラの両面も離脱となり、追い打ちをかけるかのように未来のエース候補であり、昨年確かにその片鱗を見せたエウリー・ペレスもトミー・ジョン手術を受けることが発表され、今季の全休が確定。ブルペン陣も失点がかさんでいて、強みの投手陣が全く機能していないことがかなり響いている印象です。いずれギャレットやカブレラが復帰すれば上向いてくるかもしれませんが、それでもアルカンタラやペレスの穴を埋めるのは容易ではなく、打線もそこまでではない印象ですので、このままだと今季は予想以上に厳しい戦いを強いられるかもしれません。珍しい記録も達成されました。今季からレッドソックスに加入したタイラー・オニールが開幕戦となった3月28日のマリナーズ戦の8回にホームランを記録し、これで2020年から5年連続開幕戦でホームランを放ったことになったようです。開幕戦5年連続でホームランを記録した選手は過去にいないらしく、オニールが史上初だとか、まあマリナーズ戦で記録達成となった複雑な感情もあるんですが、正直この記録に関しては今年オニールが達成して話題になるまで全く知らず、そんなに開幕戦に強かったのかと驚いたものでした。ちなみに4年連続で開幕戦にホームランを放った選手はオニール以外ですと過去に3人いたらしく、その中には殿堂入りも果たしたゲイリー・カーターやヨギベラも入っていたみたいですね。オニールはカージナルス時代の2021年にベースボールレフランス算出のウィンズ・オブ・プレイスメントで 6.1 を叩き出す大活躍を見せたこともありましたが、近年は怪我などもあったせいかなかなか思うような成績を残せず、層の厚いカージナルス外野陣からあぶれる形でオフにレッドソックスへトレードとなりましたが、今季が FA 前最後の年でもありますので、本人のこれからにとっても大事な1年、新天地で復活を印象づけるシーズンとしたいですね。復活という意味ではガーディアンズのシェーン・ビーバーも好スタートを切りました。開幕2先発12回を投げて無失点、20奪三振は現地4月5日終了時点で MLB トップの数字です。2020年にサイ・ヤング賞を受賞し、名実ともにガーディアンズのエースたる存在であるビーバーですが、昨年は怪我などの影響もあって21先発で防御率 3.80、 ベースボールレファレンス算出のウィンズ・オブ・リプレイスメントは 1.8 と満足のいくシーズンとはならず、オフにトレードの可能性がある選手としてビーバーの名前も挙げましたが、その際に支配力落ちている点が気になるとも話しましたよね。今季オフに FA を迎える予定で、そこに向けて少し心配もしていましたが、ただ本人にとっても昨年は納得のいくシーズンではなかったんでしょうね。オフにドライブラインに通う復活に向けて努力したところ、まずは開幕2先発、その成果がしっかり出たとも言えるでしょうか。特に近年下がり気味だった平均球速とボールの回転数がまだたった2000発とはいえ、回復基調にあるのは好材料で、これを維持できるのであればまたエースとしてのビーバーの姿を取り戻せるのではないのかなと。ガーディアンズにとってもビーバーの復活は大きな戦力となりますので、今後にも期待したい選手です。野球のプレー以外で大きなニュースといえば、移転騒動に揺れているアセチックスがラスベガスの新球場が完成するまでの間、来季からカリフォルニア州の州都であるサクラメントでプレーすることを発表したことでしょうか。これで今季がアセチックスにとってオークランドでプレーする最後の年になることが確定したことにもなります。
現在アスレチックス傘下トリプル A のサクラメントリバーキャッツが本拠地として使用しているサターヘルスパークをそのままアスレチックスの本拠地として使用する方針のようで、ラスベガスの新球場は2028年開場ということに現時点ではなっていますので、アスレチックスは来季からの3年間をそこで戦うことになりますが、新球場の開場が遅れることも想定してか、サクラメントで4年目のシーズンを戦うことも可能とはなっているようです。サターヘルスパークのキャパシティは最大でも1万4000人程度と、おおよそ MLB の本拠地として使えるような規模の球場ではないんですが、オークランドのファンを半ば敵扱いし、オークランドを出たい一心で恥をさらし続けるアセチックスのオーナージョン・フィッシャーにとっては、今更そんなことどうでもいいのでしょう。2025年の話で言えば、来季の開幕戦を日本で行うことがほぼ確定したと各報道機関から先日報道が出ましたね。今年の韓国開幕戦に続いて2年連続でアジア圏で MLB のシーズンがスタートすることになりそうですし、日本での開幕戦が実現となれば2019年のマリナーズ対アスレチックス、イチロー選手の引退試合となったことでも記憶に新しいですが、それ以来ともなりそうです。対戦カードについてはまだ正式な発表はありませんが、3月下旬に USA トゥデイボブ・ナイチンゲール記者が報じたところによりますと、非公式ながらもドジャースとカブスが内定しているとも伝えられていて、その場合はドジャースの大谷翔平選手と山本由伸選手、カブスの鈴木誠也選手と今永翔太選手の4人が今度はメジャーリーガーとして日本でプレーする可能性もありそうと。特に大谷選手は来季順調にいけば再びマウンドに帰ってくるはずですので、日本開幕戦で二刀流が復活という展開もあるかもしれません。私は前回の日本開幕戦2試合とも現地観戦することができ、できれば来年もそうしたいところですが、チケット取れるかな。4人も日本人選手が出るとなればかなりの争奪戦にもなりそうですね。そして最後、この1週間くらいで一番印象に残った出来事というか選手の活躍です。ベッツです。もうそれ以外に言うことありません。何ですかこの人は。開幕9試合時点で4試合連続ホームランを含むホームラン5本、現在の WRC プラスは314と、もちろん短いスパンでの成績とは言っても異次元中の異次元と言いましょうか、理解が追いつかないレベルのスタートを切ってきました。先日今期のベースボールレファレンスサンスのウィンザーオリプレイスメントが発表され始めましたが、ベッツはすでにウィンザーオリプレイスメント 1.5 も稼いでいまして、当然ながらこれはポジション問わず MLB 全選手中トップ。これだけ打ちながらこの人今季はショートをメインに二遊間守っているんですから、今のベッツ以上にチートという言葉が似合う選手も他に少ないでしょう。大谷選手と 1,2 番コンビを組んでいることもあってか、そこまで MLB に馴染みがない日本の野球ファンの中でもベッツの活躍ぶりは強烈なインパクトを残しているのではないでしょうか。さすがに WRC プラス300オーバーを維持するのは無理でしょうが、この感じですと今季もベッツは MVP レースに絡んできそうですね。ということでいくつか振り返ってきましたが、皆さんにとってこの1週間で印象に残ったことなどあるでしょうか。そちらもぜひコメントで教えていただけると幸いです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。